ボーラはドイツの自動車メーカーフォルクスワーゲンがかつて販売していた自動車である C セグメントに分類されることが多い1998年にベントの後継車種として登場ゴルフとパサートの中間に位置する4ドアセダン5ドアステーションワゴンであり4代目ゴルフとプラットフォームを共有する社名はアドリア海沿岸やギリシャロシア トルコの一部で冬に断続的に吹く北風ボーラに由来している。なお、ボーラはアジア地域と欧州における社名であり、北米ではベント、ボーラともにジェッタを名乗っていた。四代目ジェッタの記事も参照。また、ステーションワゴン仕様は、北米ではジェッタワゴン、欧州ではボーラバリアントとして2001年に発売された。 このモデルのボディの外寸等は基本的に先行して登場していたゴルフバリアントに準じるものでありパーツも多くを共有しているが日本には導入されなかった。なお以下では基本的には日本国内仕様の4ドアセダンについて述べる。先代に相当するベントに比べ全長は 5mm、長くなるにとどまる一方、全幅は 40mm。 全高は 25mm 拡大され、日本ではついに3ナンバーサイズとなった。また、ベントがゴルフと共通のパーツを多く持っていたのに対し、ボーラの外反は専用のものが多く使われている。フロントデザインはそれまでのジェッタ、ベントの流れを組む角形ライトを採用しながらも、ゴルフ法同様のプロジェクタータイプを採用、フォグランプとウィンカーも内蔵されている。 フロントグリルは当時の VW で主流であったハッピーフェイスで V5、V6 仕様はそれぞれ専用のエンブレムが加えられた。サイドデザインの特徴は大きく倒し込まれた C ピラーでありベース車となったゴルフ4よりもエレガントな印象を与える。トランクは仙台同様ハイデッキとなっている。テールランプは先行して登場していた5代目パサートと共通の衣装を持っている。 日本仕様は全グレードにアルミホイールが標準装備され、V6 使用者にはバンパーとサイドモールフロントグリルにクロームメッキが追加された。またボーラはゴルフ4などと同様にボディの継ぎ目が徹底的に小さくなりクラス以上の高品質だと評価された。ボーラには高品質で話題になったゴルフ4をベースにさらに高級感を増した仕上げとなっている。 エアコンの送風口はシャッタータイプのルーバーが搭載され完全に閉じることができる。ベースグレードでも本革巻きのステアリングとシフトノブがさらに V 型エンジン搭載車は本革シートが装備された。先代のベントではグレー系統しか選べなかった内装もブラックとベージュの2種類から選択できるようになった。さらにインストルメンタルパネルやドアグリップには 本物のオールナットが、シフトノブ周辺はメッキパーツがあしらわれた。カーオーディオは1ディンサイズの MD デッキだったが、上部の収納スペースと合わせて2ディンに対応し、社外品のカーオーディオやカーナビゲーションシステムの装備も簡単になった。さらにオプションで、メーカー純正の DVD ナビゲーションシステム、マルチメディアステーションを装備することもできた。エアコンは、ベントのダイヤル式。 マニュアルエアコンに代わり、フルオートエアコンが装備された。折りたたみ式のカップホルダーも、標準で搭載されたが、初期のモデルでは、カップホルダーの不具合で、飲み物がこぼれたケースが報告され、後に改良されている。なおメーターパネルや、各スイッチのボタンの文字はヘッドライトを点灯すると、青く光り、独特な高級感を演出する。この演出は、 後継となるゴルフ V 世代の VW 車まで引き継がれた。内外装ともに、先代のベントに比べて、高級感を強めゴルフとの差別化に成功したボーラで、あったが、一方で、後部座席の居住性やトランクの容量は大きく、犠牲となってしまう。ベントに対し、ホイールベースは4 0ト、mm、ル延長されたが、前席の居住性が向上したのに対し、後席は、 レッグスペースの狭さとヘッドクリアランスの狭さが指摘された。特に短いルーフと c ピラーにより後席のヘッドクリアランスの余裕はほとんどない。トランクルームの容量は450リットルとクラスとしては標準的ながらベントに比べ狭くなったと感じる人も多くベントからの買い替えはあまり進まなかった。そのため VW は 後継者にあたるジェッタの開発で、再びトランク容量の拡大に力を入れることになる。実用的なファミリーカーとしての色合いは、若干薄れてしまったボーラだが、ゴルフベースのセダンが、ゴルフにトランクをつけただけと、揶揄されてきた歴史を打破することには成功できたモデルで、ある。日本でのセールスはゴルフに比べて振るわず、中古車市場での価格は低いが、中古車として、 手に入れるには解読な選択肢とも言えよう。1999年10月、日本に2.0リットル直列4気筒、再 1C と2.3リットル強角、V 型5気筒再 1C のガソリンエンジンを搭載するモデルが導入された。トランスミッションはいずれも4速 AT、駆動方式は FF。日本国外には1.4リットル自家4、1.6リットル自家。 4,1.8リットル自体4、1.8リットル時体 4, 4、ターボ、2.8リットル V6 のガソリンエンジンのほか、1.9リットル時体4、ディーゼルエンジンも用意されており、同じエンジンでも出力が違うなど多くのバリエーションが存在していた。また、MT 仕様もラインナップされていた。2001年、日本にも2.8リットル V6 モデルを追加。 このモデルに限り駆動方式は、4モーションと呼ばれる、フルタイム 4WD で、6速 MT を採用する。また、2.3リットル V5 モデルは4バルブ化され、出力が 20PS アップして 170PS となり、5速 AT を搭載。北米で、ステーションワゴンが、ジェッタワゴンとして導入される。2002年から中国でフォルクスワーゲンと第一機車の、 合弁会社が、宝来の名称で生産を開始。2003年3月、日本で販売される全グレードにカーテンエアバッグを、標準装備化。2005年2月、2.8リットル V6 モデルの、日本での販売を中止。再び2.0リットル、2.3リットルモデルのみとなる。2006年2月、生産終了。日本や欧州においては、 後継車種が北米と名称が統一された三代目ジェッタとなる。一方、カナダではシティジェッタとして引き続き生産され、中国では2006年夏にマイナーチェンジしてパサートに似たフロントマスクを与えられた後も生産が続けられている。ありがとうございます。